なの YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクス、ボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、突然だけど、実は最近、犬を飼い始めたんだ。あら、そうなの？犬種はどんなワンちゃんを飼い始めたのかしら？ダックンダだぜ。それは志村犬のギャグやないか。それを言うならダックスフンドでしょ？いやいや、ダックスフンドじゃないぜ。胴が長くて足が短いんだけど、顔は面長で尻尾は長くて、耳は下に垂れ下がってるんだけど。それはダックスフンドやないか。足が短いのはダックスフンドの最大の特徴なのよ。それは間違いなくダックスフンドよ。でも、頭はハゲててメガネをかけてて、腹巻きとピンクの服を着ているらしいんだ。ほな、ダックスフンドちゃうやないか。それは志村けんの、変なおじさん、の特徴なのよ。それは完全に志村けんやないか。でもなでもな、そいつはドイツ原産らしくて、古くにはエジプトの壁画にその姿とよく似た姿が描かれているらしいんだ。それはダックスフンドやないか。ダックスフンドはドイツ語でアナグマを意味する、ダックス、と、犬を意味する、フンド、を合わせた言葉なのよ。その特徴は完全にダックスフンドやないかい。って、何漫才させてるのよ。つい、ミルクボーイのネタ風に突っ込んじゃったじゃないの。すまないぜ、霊夢。なんとなくコロナ禍で亡くなってしまった志村けんさんを思い出して、なんとなくネタを振ってしまったぜ。ああ、そうね。私も志村けんさんが大好きだったから、訃報を聞いた時はショックだったわ。もうあれから2年以上経っているのね。もう2年以上経ったっていうのに、未だにコロナ禍を終わらせることができていないな。そうね。残念ながら、日本は終わらない、コロナの脅威、という無限ループから抜け出すことができていないわ。霊夢、なぜ日本はコロナ禍から抜け出すことができていないんだ？海外ではマスクの着用の義務化が解除されているのに、未だに日本の街中はマスクをつけた人だらけだ。それに、店舗の入り口には熱センサー式の体温計が設置されていて、微熱すらも許されない風潮が未だに続いているぜ。マリサの言う通り、残念ながら日本はコロナ禍から脱したとは言えない状況ね。政府は最近になってやっと、コロナの感染症2類相当から5類相当への引き下げや、感染者数の全件把握を見直す動きを見せているわ。でも、なぜ日本はコロナ禍から抜け出すことができていないのか？今回は、永遠とも思えるほど続いている、コロナ禍の終わらせ方について解説しようかしら。コロナ禍の終わらせ方か。これはみんな興味のある話題じゃないかな。霊夢、ぜひよろしく頼むぜ。わかったわ。それじゃあ、早速解説を始めましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。無限ループに陥るコロナ禍。まず最初に取り上げたいのが、全国旅行支援、についてよ。本来7月11日に開始されるはずだったのだけど、陽性者が6月から増え始めたことから、政府は実行か否かの決断を先送りし、参院選終了まで待つ判断に至ったの。そして参院選後、連日全国の陽性者数が激増したことから、結局延期が決まったわ。散々批判された2020年の GoTo トラベル以降、常にこの手の景気不要策は、様子見、世論の反発、延長、見送り、だらけなのよ。政府与党としても、下手な手を打って感染者数が増えたら、支持率の低下につながってしまうという認識があるのかもしれないな。実際、当時の安倍政権もコロナの感染者数と支持率には密接な関係があったと言われているぜ。でもね、この手の政治の動きは、根拠は、時期尚早。現実的ではない、という非科学的なものだらけなの。科学的に数字を用いて、延長を決めたパターンはほぼ存在しないわ。確かに、与党はある意味国民の言いなりになるかのように、支持率を維持するためにコロナ対策を打っている気がするぜ。そうね。そして、世間では、政府の指示に従わない人間を、まるで群れから外れる家畜のように非国民扱いする動きも現れたのよ。人種差別やジェンダー差別は、絶対にやってはいけないこと、という意識が、この10年で芽生えてきているけど、指示に従わず自粛せず、マスクせず、ワクチンを打たない少数派はいくらでも差別していい、という風潮が、世間には広がったと思うわ。なぜならそこには、マスク非装着者、ワクチン非接種者は他人にコロナを移す可能性のあるバイオテロリスト予備軍、という、言い訳が用意されていたからよ。最近では、非国民扱いされるケースまでは減ってきたように思うけど、SNS へ、マスク非着用やワクチン未接種への非難に書き込みが溢れたのは、記憶に新しいぜ。
巷では、自粛警察、なる全くもって理解に苦しむ活動を行った人すらいたからな。新型コロナウイルスの感染拡大初期には、新型コロナに感染してしまったがために、近隣住民から村八分のような扱いを受けて、引っ越しを余儀なくされたご家庭もあったみたいね。冷静な判断さえできれば、全くもって論理的ではない行動だし、倫理観からもあってはならないことだとわかったはずよ。でも、当時の世間の風潮はそれを許さなかったの。そうだな。2020年頃と今ではだいぶ状況も、コロナに対する考え方も変わってきたよな。感染者数の増加、マスク着用の一般化、ワクチンの開発、そしてワクチン接種、普段の生活様式、旅行の仕方、家族との付き合い方、仕事、本当にいろいろな場面でコロナ禍で変化したことを気づくぜ。でも、どうしてこれだけ状況も、コロナに対する考え方も変わってきた中で、コロナ禍という無限ループの輪から、日本は抜け出せないでいるんだろうな。そうね。それには、ある理由があるのよ。謝ったら死ぬ病。ある理由？ん？でもみんなコロナ禍が終わればよいと思っているよな。確かに、政府も本音ではいろいろなことを、もうやめたい、と思っているはずよ。だけど、いろいろな検討をしている間に、次の波が来て陽性者は激増。そこで、仕方ない。コロナの脅威がまた始まった。引き続きマスクの着用、手洗いうがい、換気の徹底、ソーシャルディスタンスの維持、リモートワークに加え、人の集まる場所へは行かないようお願いします。と一旦国民へお願いして時間稼ぎをしよう、となっているように思うわ。官房長官や知事や政府自治体のコロナ対策専門家組織、医師会が言っておけば素直な国民は従ってくれるからね。確かに、とりあえずいろいろと自粛をしておけば安心だ。という謎の安心感を抱いている人は多いわよね。その通りよ。では、なぜこのような状況になってしまったのか？それは、ここに関わったのが政治家、専門家、メディアという社会的に信頼性の高い三者が強固な結びつき、コロナ情報を発信したことによって、過去に言ったことを変えられなくなったからよ。彼らは国民に対して、正確じゃない情報を流していた、誤った判断をしていたとは言えないのよ。要するにネットスラングにおける、誤ったら死ぬ病、というやつね。初期に信じられた感染対策がそのまま継続している状態が続いており、それをしない人間が人でなし扱いをされ、お前らのせいで終わらないんだ。と差別されてしまっているの。本当にその通りだな。確かに、今回のコロナ禍の中で、海外の公的機関がコロナに対して誤った情報を流してしまったと、謝罪するシーンは何度か目にしたけど、日本政府や専門家、メディアが間違った情報を流してしまったと謝っているシーンは見たことがないぜ。マリサの言う通り、例えば、世界保健機関WHO は当初、新型コロナウイルスをめぐるマスク着用は不必要だとの見解を示したの。だけど、2020年6月6日には指針を変更し、公共の場での着用を推奨すると発表したのよ。マスクで、感染力があるかもしれない飛沫を遮断、できると示す、新たな研究結果を踏まえた対応だとしていたわ。つまり、科学的根拠に基づいて、自身の間違いを認め、正しい情報に訂正したということよ。まあ、当たり前といえば当たり前だよな。間違った情報は正すべきだぜ。それに、コロナ禍が始まった時はどんな対策が有効であるか？や感染時にどんな症状が出るのか？などわかっていないことも多かったぜ。新しい科学的に根拠のある情報をもとに、古い情報をアップデートしていくのは自然なことだと思うぜ。そうね。ただ、日本政府、マスコミ、専門家は当初の説明の中で、誤った情報があったとしても、それを認めることができなかったのよ。ある情報は、そのまま今でも正しい情報であるかのように報道されているし、ある情報は、誤っていたのにその後、自分たちが説明していたことを忘れたかのように、一切それについて触れなくなったわ。確かに、マスクが感染対策に絶対的であるかのように報道して、未だにマスク着用の義務を呼びかけている団体は多いぜ。厚生労働省はすでに、屋外で十分に距離を保つことができる場合や、会話をしない場合には、マスクを着用する必要がないと説明しているぜ。それに、当初はワクチンを接種すればコロナウイルスを封じ込めることができると、多くの専門家やメディアが囃し立てたし、政府も推奨していたはずだけど、実際には感染者数はワクチン接種者が増えた後も増加したぜ。つまり明らかに間違った情報を提供していたことになるけど、それについての謝罪を聞いたことはないぜ。神話の誕生。マリサの言う通りだわ。ちなみに政府やマスコミ、専門家は今回のコロナ禍で多くの神話を生み出したわ。その一部をご紹介するわね。マスクは感染予防効果が高く常時着用を。アルコール消毒、アクリル板、ビニールカーテンは感染予防効果がある。3密括弧密閉、密集、密接回避を、いや、1密であってもダメ。酒を飲む人間は反社会的悪党。
買い物は最低限の人数で、店内、レジでは前の客との間隔を空ける。エスカレーターのベルトで感染する。釣り銭でも感染するため、手渡しは現金。キャッシュレス決済推奨。電車の釣り革でも感染するので、ハンカチや釣り革を持つためのフックを活用。エレベーターのボタンでも感染するため、爪楊枝、綿棒を使用。県をまたぐ移動をすると他県に感染を広げるため、旅行者、帰省者、出張者は不届き者。入学式、卒業式、花見、ゴールデンウィーク、3連休、夏休み、お盆、新学期、祭り、花火大会、シルバーウィーク。年末年始、成人式、卒業旅行でクラスター発生。なお、選挙では発生せず。子供は重症化しないといっても、高齢者に移す恐れがあり、それで高齢者が亡くなるからあってはいけない。ソーシャルディスタンスこそ大事。他者とは2メートル離れよ。行動規制はワクチンを打つまでの辛抱。ワクチン打ってもマスクは必要ですよね、今。やっぱり子供も重症化するからワクチン打て。マスクをしないごく少数派とワクチン打たない18ほどの存在が感染拡大の理由。フェスやスポーツ観戦で声を出す者は、マスクをしていたとしても感染の原因。確かに、こうやって見るとどれも、コロナ感染の可能性につながったりするのかもしれないけど、どれもこれも絶対的な感染症対策というわけではないし、全部すべてを守っている人なんて世の中に存在しないんじゃないかな。その通りね。これらはすべて感染経路になりうるというだけだし、過剰に禁止するべきではないものもたくさん含まれているわ。例えば、エレベーターの手すりベルトは安全のため、捕まることをメーカーは推奨しているわ。特に小さい子供なんかは靴や服がエスカレーターに巻き込まれると大怪我につながる可能性もあるし、しっかりと転ばないように手すりを利用したいわね。他にも、コロナが怖いからといって電車の吊り革ベルトを掴まなければ、急停止や急発進の際に転倒するリスクも出てくるわね。コロナに対して過剰に対策をするあまり、それ以外のリスクを高めてしまっていては本末転倒だわ。もっと全体から見て、コロナも一つのリスクであるという認識で、全体の最適解を求めていくことが必要だと思うの。本当にそうだよね。コロナの対策のために吊り革ベルトに捕まらず転倒して骨折しましたなんて、全くもって意味がないぜ。もう終わりにしよう。でもねマリサ、そんなコロナの脅威という無限ループに陥っている日本だけど、今こそ、コロナの脅威という無限ループから抜け出すチャンスだと思うの。政府はやっと重い腰を上げて、コロナの感染症第2類相当から第5類への変更、感染者数の全県把握の見直しを検討し始めたわ。これをきっかけにコロナ禍の無限ループから抜け出すことも考えるべきよ。確かに、やっと日本はコロナ禍を抜け出すため一歩を踏み出し始めた気がするぜ。そうね。そして日本はコロナ禍から抜け出すための歩みを止めるべきではないわ。田舎の人の都会人への偏見も、謎のマスクルールも、黙食に代表される、黙って丸々するっていう文化も、きちんと考えて科学的根拠に基づいて、もう一度判断し直すべきね。いろんな場面で、偏見や謎ルールを緩和、撤廃していって、一日も早く日本がコロナ禍という無限ループの中から抜け出せることを祈っているわ。俺もできれば2020年以前、コロナ禍になる前みたいに旅行に行ったりしたいぜ。全部のことを元に戻す必要はないと思うけど、不必要なことはやめたいよな。もし、政治家や専門家、メディアは自分たちの過ちを認めることができないという、ただそれだけで続いてしまっているルールがあるのであれば、早く元に戻してほしいぜ。エンディングトーク。いかがだったかしら？今回は日本がコロナ禍という無限ループに陥り、なぜ抜け出せていないのか？どうやったらコロナ禍を終わらせることができるのか？について解説してみたわ。今回もいろいろと勉強になったぜ。冒頭にも話した通り、ダックスフンドでおなじみの志村健さんの死からもう2年以上が経過しているぜ。それを言うなら、ダックンだ、やないか。ダックスフンドはただの犬種で、志村健さんの代名詞ギャグはダックンだなのよ。落語の話の中で、偉い人がくしゃみをする、様子が、ダックンだ、と聞こえることから誕生したフレーズでおなじみのダックンだなのよ。ダックスフンドはドイツ原産の足の短い犬種のことを指すのよ。ああ、そうだったそうだった。ダックンだ、だった。それは徳川家康やないか。かの有名な江戸幕府を開いた徳川家康が、三方ヶ原の戦いで武田信玄に敗れて敗走した際に、その恐ろしさからダックンしたと言われている。その時、今しめとして家康の姿を描いたのが有名な、鹿見像、というんよ。で、冒頭と同じツッコミをさせるのはやめてマリサ。すまないぜ、霊夢。ついレイムが乗ってきてくれるから、ボケてしまいたくなるぜ。話はコロナに戻すけど、日本は未だにこのコロナというウイルスとの付き合い方を模索している段階だと言えるぜ。しかも、残念ながら、他国と比べてもその模索の仕方が遅いと言わざるを得ない状況にもなっているぜ。その通りね。志村健さんが亡くなった当時、多くの国民は志村健さんの死を機にコロナウイルスの恐ろしさを認知したぜ。でも、天国の志村健さんも、そろそろ昔のように周りを気にせず昔のようにお酒を飲みたがっているんじゃないかな？あら、マリサ。なんだかロマンティックなことを言うわね。
でも確かに、志村健さんもきっと楽しいお酒を飲みたがっているわね。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。